どうぞ。こんにちは。こんにちは。どうも。埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッチです。はい、毎日スタッフさんと、最後にお話しして最後にお話しして、はい、はい、お願いします。お願いします。いや、今日最後マルシュの巻き取りでありがとうございました。ちょっとまあうまくね、ちょっとフォローというか、フォローっていうか、まあ私が引っ張るんですけどそれもなんかちゃんと、なんていうかな、伝わったかなっていうのもあったし、ちょっと分かんないとこもありましたよね、多分。そうですね、大丈夫でした今日やってて、まあ、っていうか、やはり何回か見てると、はい、あ、こここうしたらこう、やっぱこうやってるんだなっていうふうなところを自分でやってみて、うん、あ、やっぱこういうふうにやるんだな、うん、あ、ここ難しいんじゃんっていうふうな部分も、うん、ありましたね。今日初めてですもんね。初めてです。 それでちょっと、あ、初めてなんだと思って、ついちょっといろいろ最初に説明しようかなって思っちゃったんですけど、いえいえ、いや、私がね、引っ張っていけばいいっていうところなんで。リーダーの仕事と助手の仕事が違うから、はい、リーダーが知ってるべきことと助手が知ってれば済むことと、うん、はい、うん、別なわけね。そうですね。いや、だからちょっと時間がね、最初もったいなかったなと思って、結局25分ぐらいかな、かかっちゃって、昨日が確か、あ、まあ全部じゃなかったですけど、うん、まあ、昨日が俺がやる場合の大体 1.4 倍ぐらい、4倍は時間がかかってたっていう話なんでね。15が目標だったから 1.8 倍ぐらいかな、ちょっとかかっちゃったってことなんで、まあまず最初とかもちょっともったいなかったなと思ったんですけど、そうですね。あとは、まあ、単純に、まあ、今日はあとそのまあ、思いとかあんまりなかったんで、そういう時はなんかやっぱりもっとこう、まあ、オレッチさんがやる時みたいにもう本当に早く常にやるのができればなと思ったんですけど、ちょっと昨日皮むけちゃってそれでちょっとなんか痛かったのもあったんですけどまあ次やる時はちょっともっと早くやれればさらに時間も縮められるのかなと思ってます。あとはやっぱりそうですね、今日もオレッチさんに指摘されちゃったんですけど、やっぱりそこでもまだ気づくのが遅かったんで、まあ、必ずしもその巻き取り機のセッティングだけではないっていうところをちょっと忘れないように意識してやります。そんな感じですかね。うん、つうかだからセッティングは前回よりよくできてたんだと思うんだけど、はい、ありがとうございます。セッティングにばっかり頭がいっちゃって、はい、その前にや、うん、うん、やんなきゃいけないことがすっぽ抜けてたってことでね。はい、ごめんなさい、ちょっと見てなかったです、うん、ちゃんと、うん、だから視野が狭いので ね、 そうですね。サッカーでフォワードだとしたら、うん、もうオフサイドラインを気にせずにゴール前に張ってるようなもんで、いや、マジでそうですねもうホイッスル鳴らされても何のことみたいなそんな感じせっかく、ま、周りがいい仕事して最後パス出そうとしてるのに、はい、そもそも前提が間違ってるから、うん、全て無駄になっちゃったってことだよね、はい、ああ、もったいなかったですね。でそれをなくすにはどうしたらいいのか、ちょっと簡単なことなんで、うん、うん、やっぱりやるべきことは決まってるわけなんだから、それを順番通りに確実にやっていけばいいだけの話で、はい、その確実にやるっていう手順を頭に入ってないっていうことでね、うんうん、そうですね、手順をしっかり抑えて、確認もやっぱり今日忘れちゃったんで、そこを忘れないと、うん、はい、まあ、ちゃんとね、オフサイドならずにゴール入るように、うん、はい、次こそやりたいですね。ちょっと今日は、まあ、正直オレさんから2回ぐらいチャンスをいただいてるんですけど、まあ、大事なことは試合に臨む準備をちゃんと、はい、自分が納得するだけしてきたかってことだよね。うん、そうですね、
もしだからその準備が足りてないっていう自覚があったとしたら、それはプロとして意識が低すぎるってことだよね。うん、うん、そうですね。まあ、もし一生懸命準備をしてそれでもミスすることはあるから、それはしゃあないと思う、はい、だそのミスがないように次に生かしていくってことだけど、うんうん、それはもう自分で自問自答してもらうしかないね。はい、うん、やっぱこうそうだね、まあ前も言ったけど、うん、職場は学校ではない、はい、うん、でもう野菜を作ってお客様に提供するっていう、僕らはプロなんで、うん、もうプロの現場で毎試合、はい、毎日毎日プロの試合をこなしてるんですよ。そうですね、はい、今日もだもちろんプロとしての仕事ができなければ、はい、うん、プロらしい報酬は得られないわけで、うんうん、まあ、場合によってはプロのチームだったら戦力外通告を受けてしまうわけじゃないですか、はい、うん、ね、うん、2軍も3軍もないからね。そうですね、プロの世界はないですからね、うん、ないですから、はい、もう自分で稼げる農家になろうと思えば、うん、プロ意識を持って常に試合のつもりで挑むと、はい、チャンスはいつ来るか分かりませんから、うんうん、それに対して準備っていうのはもう試合前に行っておくってことだよね。はい、うん、はい、じゃあ、で、そうですね、試合の振り返りをして次の試合に向ける、はい、うん、体のメンテナンスをしっかりして万全な体制を整える、うん、はい、もうそれの繰り返しなんです、うんうん、毎日ですね、毎日それの繰り返し、はい、それをだから今プロ何ヶ月目、プロ9ヶ月目、そう、私が、うん、8かな、そう、プロの自覚は芽生えてきましたか、はい、うん、してるつもりなんですけども自分でしてるつもりならいいんだよいや、なんかその意識が大事じゃないですか、やっぱその前も教えてくださったと思うんですけど、もちろんそうですよ、はい、そのプロの意識を持って今日は今日もそのマルシの巻き取りをやったんですけど、まあ実際結果とすればもう2軍3軍以下から、うん、プロだってミスはするプロだってミスはするんで、はい、うん、でもプロならじゃあ次をどう生かすかってこと、あ、うん、やっぱり一番大事なのは次につなげる、その心構えと事前の準備だと、うん、準備、それからあとはだから反省と振り返り、ね、はい、うん、毎日それの繰り返し、俺なんかもそうです、毎日そうです、うん、うん、そうですね、まあでも本当前の職場でもそれは同じだったし、やっぱどこでも一緒です、うん、どこでも一緒だと思うんで、うちだけじゃないし農業だけじゃないし、はい、うん、社会に出れば全て一緒です。そうですね、うん、はい、名プレイヤーになれるのか名監督になれるのか、そうですよ、君自身が輝けるのかはもう全て君、ね、君にかかっていることです。監督に、ね、なれたら一番いいんですけどね。監督になるにはもう全てのポジションをこなす、プロレベルをこなせる必要は、うん、うん、さらにはそう、はい、そうだね、的確な戦術を立てて、うん、うん、ね、選手のポジションを決めて、はい、回さなきゃいけないし、今度はだからこのあれだよね、その監督、はい、名監督になったら今度は名、はい、あ、その上ですよ、いや、その上です、もちろんそうです、うん、監督のね、まあなんだろうね、チームのオーナーみたいな感じでね、今度はだからそのチームがちゃんと採算が合うように経営していかなきゃいけないわけで、うん、どうしたらお客さんが呼べて、うん、どうしたらファングッズが売れて、あ、うん、どうしたらこう、なるほど、うん、確かにね、ほんでいっぱい利益が出せれば、うん、より選手に、ね、報酬を出せるようになるわけだし、うん、ね、よりすごい有名プレイヤーをスカウトしたりすることもできるわけでね、はい、そうするとどん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 チームが強くなって、うん、全体にって、うん、そうですよね、うん、あ、ちょっとまあすごいほど遠いなと思うんですけど、そうなんだけど、まずはね、でも一歩一歩進んでた先の話なん で、 そうです、ね、だから今こう社会で成功している人たちはやっぱりそういった、うん、必ず通ってる、うん、必ず通ってる道なんでね、うん、で、まあ、効率のいい人悪い人はやっぱりいるとは思うんだけど、うん、ね、だからそれは努力の方向を
目標に向かってもうまっすぐピタッといける人と、うん、やっぱりこうね、あ、うん、くねくね曲がっていく人と、うん、やっぱりそれはいることだと思うんだけど、うん、なるべくだったらまっすぐに近づけていきたいわけだよね。そうですね、うんうん、そう確かに、あ、なんか今なんかそれってマルチの巻き取りも同じだなと思ってたけど、いやいやいや、それは、ね、一緒です、一緒ですよね、一緒です。なんかなるべくだってセッティングだって、ね、100% に近づけるのがそう、ね、マルチの巻き取りの仕事ですからね、うん、あ、なんか面白いな、ね、まだだから君はこう、うん、誰にも知られてない無名の選手なわけだね、はい、活躍次第、君の活躍次第によっては有名プレイヤー、はい、うん、そうですね。まあ、名前をね、でも、だんだんとこう知られていけるようになれば、いつの日かトッププレーヤーで、なれる日。なんだけど、まあ、プロになってる人たちも、やっぱりね、もう何年も何十年も、うんうん、毎日ハードな練習をして、向かっていくわけで、うん、そんな簡単になれるものじゃないんだけど。うんうん、でも 6ヶ月間、うんうん、くねくねしてたかもしれないけど少しずつは近づいてるはずだから、はい、あともうなるべくまっすぐにしてビシッとそうです、ね、自分に勢いつけていけるからですよ。はい、まっすぐ行きたいですね。なかなか、うん、なかなか、ちょっとマルチの脇取りがちょっとまっすぐ行けてんのかなっていうことちょっと思っちゃいましたけど、うん、まあでもそれもやっぱり今の振り返りと次にどう生かすかってとこだと思うんで、そうね、次も頑張ります、はい、ちょっとまずは名プレーヤーに、はい、出だして、うん、で、一つずつポジションをそうですね、クリアしてる、はい、まあ、また一緒にやると思うんで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、加藤選手もいつこう加藤選手で選手交代の声がかかるかわからないんで、今度マース側、はい、でもう準備は準備をしっかりしてるとおっってなりますか。いや、そうよっところ今日だから結構上手だなと、初めて一緒に上手だなと、ああ、確かにそうですよね、うん、もう普通にできてたんで、はい、これやっぱり長年ベテランの経験があります、ね、さすが加藤先輩です、いや、じゃあ、まあ、今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで、それだけで、はい、はい、今日もお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。さようなら。